今日の着物のリメイクは、裾回しを活用いたしました幅広ブラウスをご紹介いたします。回しといってもどこにあるものかちょっとわからない人もいると思いますので、一応着物を使ってご紹介いたします。これが着物で裏返しにしたんですね。裏返し、そうするとこの裾回しっていうのは、ここの色のついたこの下の部分ですね、ここのクリームとかその部分で、身ごろね、これが前身ごろ、これが後ろ身ごろ、これが後ろ身ごろ、前身ごろね、これで4枚取れます。1、2、3、4。あと奥身ですね、奥身もこの部分が奥身になります。このひょろ長いこの部分ね、これと左右にあってこれがそうです。それから襟先ですね、襟先は襟の先の部分についているものなんですけど、この部分とあとこちらね、左右に1個ずつで、ね、2枚ね。それから袖口、この見えるところね、ここに化粧に使われている布です。これが2枚と襟先が2枚、奥身が2枚、身ごろが全部で4枚でちょうど10枚になります。裾回しをこれ分解しますと、身ごろの部分ね、これが身ごろの部分です。1枚2枚3枚4枚でね、これは同寸です。同寸で4枚あります。それから奥身の部分がこれ1枚2枚ですね、左右についてますので2枚。あとは襟先ね、襟先も左右にありますので1枚2枚、これも同寸です。これは袖口についている布です。袖口、これもこんな風に1枚2枚で同じものが2枚ずつあります。ですから奥身が2枚と襟先が2枚、あとは袖口が2枚、あと身ごろが4枚でちょうど10枚になります。これを利用して作りました。次に同じこう裾回し、素材もシルクなんですけども、こういったものからこういったもっとシャキッとした感じのものから、これはすごく柔らかい感じのものね、こんな風な感じで、この同じ裾回しでも素材織り方がどんな感じかわからない、この触った感じの感触が違います。これね、これはシャキッとしてますし、今回はこの柔らかいこういった裾回しを使って作りました。これね、これと同じような柔らかいやつです。今回の、ブラウスの型紙をご説明いたします。型紙はこの型紙で作りました。ちょっと丈が、多めにあるかなと思って、一応こう水に浸したところだいぶ縮まりまして、55センチぐらいしか取れなかったんですね。ですから作る前は一旦必ず水に浸して縮むかどうかを確かめてから作った方が間違いないと思います。型紙は後ろと前を同じ型紙でいつも私取ってますので、後ろも前も同寸で取っております。とこの襟焼きですね、これは13センチ、そして後ろの方は襟の下がりが2センチです。そしてこちらが6センチ下がっております。前の方はね。そして13センチいったところと、ここの肩下がりを9センチ取りまして、こちらから38センチいったところで結びます。こういうふうに。あとダーツはここ7センチ下がって、3センチ幅のダーツを後ろと前ね。後ろの方は3センチ幅で15センチ、前の方は3センチ幅で20センチで取っております。
では袖付けを今回しますので、袖付けは28センチ取っております。それから丈の方は今回58センチですね。58センチで幅は38の下も38で同じです。という袖付けの方なんですけど、袖付けの方はこのまま肩の線をそのまま自然に下がったように袖を取っておりまして、今回袖の袖丈ですか、これは16センチです。18センチ取れなかったので16センチにしました。あと袖口が20センチですね。で袖付けが28センチ、こんな感じでほどっと直線縫いですね。あと前には一応ファスナーをつけます。あとは後ろも前も見返しをつければちょっと柔らかい生地なのでしっかりすると思います。それでは製品の紹介をしてみたいと思います。製品はこんな感じですね。こちらが身頃ですね。そして今回も奥身の部分をこの中心に次に足してあります。こういうふうにね、前と後ろにね、前と後ろに奥身の分をこんな風に足してあります。それでこの襟開きはここ13センチね。そしてここが38センチですね。38に袖付けがちょっとかわい袖なんですけど、こんな風につけてみました。あと前にはファスナーつけてあります。20センチのファスナーつけてありますね。あとは脇はもうまっすぐに縫ってますし、あと肩はそれなりに下がってきてるし、非常に簡単です。あとはダーツですね。こんな感じで裾の幅が38の4倍ですから、だいたい160弱ぐらいありますね。ですからほとんどどんな方でもね、入んない方はいないかと思いますけれども、こういうことでこの脇にね、こういったちょっと可愛い袖をつけることによって、このダブダブ感があんまり気にならないというかね、意外とスマートに見えるっていうか、こんな感じでね、簡単なんだけど意外とおしゃれにできました。やはり着物地はね、広げてしまうとほとんど長方形になるんですね。ですからどんな場所でもついではこうまた利用できるっていうか、無駄がないっていうか、あとは裏も表もね、使いようによっては本当に使い勝手がいい長さがありますので、いろいろと工夫して使えばもっともっと楽しいリメイクができると思います。今回はこんな感じで本当にゆったりしたものを作っていましたので、やっぱり年齢とともに締め付けられるものはあんまり好まないので、セーターの上とかそういう上にちょっと羽織っただけでもおしゃれになると思いますので、皆さんも作ってみたらいいと思います。今回も見ていただいてありがとうございました。